喋りますね。大丈夫ですよ。アルさんって何なら呼びかけた。見てる。ここ見てる。見てねって。この前と席が席替えしました。どうぞ、ん。もうすごい。見つけるのが早いよね。やっぱり。確かに。好きな選手すぐ見つける。うん。うん、私まだ中地さん見つけてない。見つけてない。サトルさんはすぐ見つけたけど。うん。あ、やっぱあれ野津田くんよね。野津田くんだと思う。ね、うん。今日サイン欲しいです。うん、高校ええんかないかんね。ええんか。原裕太郎くんも一時期。ああ、そうか。で、大河とかいうのが。そうか、そうか。もう学校で。怪我で第二キーパーで働き。今晴れてる。あ、まだ。まだ。次3年生。先週去年のキャンプでこのなんだ震災の時の吉田の練習にも参加してた。あの時から、うん、あいい選手だな。ああ。ねえ、すごい。白い人で見える。そう、サインを。うん。ああ、ジュンです。おお。かわいい、かわいいサイン。まだサインないんで、うん、名前でいいですか。それかわいい。それかわいい。かわいい。うん、でもあれを持ってる人は貴重よね。貴重。うん。だって手にしてぐちゃぐちゃってなるじゃん。いいな。これは貴重だ。今のうちにまだサイン。まだ。まだ見つけてないよ、35。うん、35はね、後から。あ、今入ってきました？あれ違うか。昨日までは田島選手いた。ああ、そうなんだ。いや、いたですか？いや、多分別メニューだと思いますよ。シグナクラブ読んだら、なんか宮崎キャンプではずっと怪我で、うん、そうそう、あ、ひょっとして入ってきたかな。あ、昨日行った人のレポがリツイートで回ってきた時に、うん、途中まで別名で、あとは合流。ああ、そうかそうか、ああ、書いてありましたね、それね。高槻君が回ってきた。なんか平重くんかわいいな。ブログ4年目の頃、丸めに。ミカと喧嘩しなかったよ。ノリ。